はい、はい、美里オーストリッチファームのポニタンです。ともちゃんです。今日はリニューアルした美里オーストリッチファームを紹介したいと思います。はい、で今オーストリッチファームの外から道順も歩いて案内をしていきたいと思います。ここは国道の254よりと本庄の間です。はい、はい、行きましょう。早速何やら看板が見えますが、はい、これがこの看板が目印、ダチョウの卵を売っています。はい、ということで国道から看板の道を歩いていきます、はい、みんな間違えるからね。そうね、行き過ぎちゃう人が多いから。多い。ちょっと卵の端っこが見えてるかな。見える。見えます。あとオレンジの看板と駐車場の P の看板が目印です。はい、こちらです。はい、佐藤ストリッチファーム直売所と書いてあるところ。フレアエリアに行く前にまずはこちらで受付を。はい、やってまいりました。直売所、はい、博物館の料金ダチョウ見学込みで大人が500円、子供は小学生以下は無料になってます。ダチョウ見学のみの方は大人が200円で、子供は同じく小学生以下は無料です。はい、はい、でここで受付をしてから行きましょう。行きましょう。そうね、みんなね、なんかなぜか受付をちょっと飛ばして牧場に出没するからね。まあちょっと分かりづらいというのが大きいんですけど、はい、先にお店に寄ってもらってから牧場の方に行ってください。はい、牧場はショップの今いたショップから道路を右に出てまっすぐ歩いてきて40メートルほど、まあ、ここは目立つ看板とアイアンダチョウがいるんでめっちゃ分かりやすい写真スポットですね。はい、はい、でお客様入り口というこちらから入ってください。はい、と床が白いんですけど、これは消石灰といって消毒のために巻いてます。靴が汚れるかもしれないんですけど、 裏だけなんで踏んで入ってください。はい、お願いします。はい、あ、猫ちゃん。じゃあまずは入り口に近いこの看板から、まあ、ダチョウの紹介のパネルというか看板になります。はい、エミューと比べたダチョウの大きさとか卵の大きさとか、うん、羽の構造とか。これはうちのダチョウですね。はい、キャンちゃん、メスのダチョウとヒナ。ちょっと一般公開はしてないんですけど、でもこんな感じ。はい、あとはダチョウタマフレンズ、こんにちは、ダチョウのすけくん。こんな感じで歓迎ダンスをよく披露してくれます。今日はつなぎを着てないせいかお客だと思われてね。あとこの色合いも良かったんですかね。踊ったら踊り返してくれそうな。オスダンスバトルを誘発する。はい、ここはなんとそのダチョウの何パドックのところをぶち抜いた真ん中に入っていけるエリアなんですけど、はいはい、フォトスポットになってるので撮影スポットですね。こんな後ろに典型ダチョウで写真が撮れますか、ね、はい、はい、風緑もダチョウになってるので、はい、ね、こだわってる。こちらの小屋にダチョウの餌やり野菜と、はい、あとはパネルですかね。触れ合いエリアのメンバー、踊ってくれたダチョウのすけくんとキャンちゃんと鈴葉さんがいます。はい、はい、さっきの QI ダンスの説明とかもあります。うんうん、うん、そして触り体験にチャレンジということで、まあ、これとあとはハンドカバーですかね。ダチョウに慣れちゃうハンドカバー。わー、うん、はい、はい、よ、寒さもしのげると。そうですね、割と、はい、こんな感じ。これも相まって、あ、ダチョウに一番見える。ダチョウっぽい。すごい、今までで一番ダチョウに見える。偶然の。はい、こちらフォトスポットの一つで、ここからダチョウがこんにちはします。で、まあ来てくれるときはそれでもいいんですけど、ちょっと待って。はい、食べてる間に記念撮影とか。そうね、あ、でも一瞬だと。そう、一瞬なんですよ。難しいですね、こうやって。はい。はい、はい、頑張って。あ、上手上手。はい、
こういう使い方のできる、はい、美味しい窓からこんにちは。見晴らし台まで行きましょうか。ではこちら、はい、見晴らし台へどうぞ。階段を上ってちょっと高いところに行けるようになってます。ダチョウ上から見える。ダチョウの助の顔がだいぶ下に、キャンちゃんが来てくれます。こちらダチョウの身長計、はい、ダチョウの助くん立ってくれない？ここに210ぐらいですかね。215あるかも。でかでかい。絶対に上から見ることはないダチョウを。ここなら上から見れます。餌もここであげるの楽ちん。 それに今動画撮ってるみたいにすごく近くでよく撮れる。うん、あとはダチョウとの触れ合い以外にもリニューアルでできたものがありますので、こちら、うん、ダチョウの巣のレプリカです。野生のダチョウがいる地域ではこんな感じの巣を作って、うん、メスがたくさん一つの群れにいるので何羽ものメスが卵を産んでこんな感じの巣ができます。かわいいベンチが、ブランコベンチがありまして、はい、よ今ちょうどダチョウがいます。本当だ、3羽いる、ね、ちょっと寒い時はあれなんですけど、季節のいい時はここでじっくり眺めるのも、はい、春のお花見がてらいいのでは。あ、そうでしょうか。ここ桜が咲くから、ね、全部桜なんですよ。そうだから春はすっごい綺麗です。うちの立ち入り禁止エリアのギリギリのところに採卵体験の場所があります。はい、はい、採卵を体験しよう。ここにコロコロと散らばっているダチョウの卵を上手に取ってみようというコーナーですね。はい、壊さずに壊さずにダチョウの卵、意外と卵同士がぶつかったり落としたりすると弱いので、はい、上手に取ってみましょうか。ここに卵取り網があるので、よいしょ、奥のやつを頑張って取ってみようかな。お、はい、見慣れた光景ですね。取りやすかった、はい、これは本物の卵殻を使ってます。中身はちょっと入れ替えてるんですけど、はい、軽いんですけど側は本物なので、ぜひ質感を楽しんでみてください。はい、はい、ダチョウからのお願い、大切な卵です、丁寧に扱ってね。はい、はい、よろしくお願いします。身もここに戻します。いやダチョウのすけくん、ここから先はちょっとあの牧場の関係者しか入れない場所なので奥には行かないようにお願いします。はい、ちょっといっぱいいるんで歩きたくなっちゃうんですけど。そうね、はい、ということで、はい、以上リニューアルした牧場を紹介してみました。はい、皆さんぜひ遊びに来てね。はい、バイバイ。お、ダチョウの助が欲しい。ビヨーン。もう